お気に入りレシピ
好きなあなたに悲しいことあるけど泣きたいことあるけど一口食べればもうほら笑顔になれる。とても輝いてる、それが好きよ。包まれてるケチャップライス、一人だと寂しいでしょ。ワクワクするね、ふわりお布団のせたら仲良し。どうぞ。ほっぺへと落ちるこの感覚が幸せの足踏みや。ワクワクするね、明日も明後日もずっと先まで笑ってられるね。ラララ。ありがとうございます。大丈夫です、大丈夫です。ハウってる。ハウってる。なぜか、ハウ、当たり前。顔見ながらお送りしようかな。こんなぐちゃっとしてていいの、これ。映んないだな。大丈夫です。大丈夫ですか？どんどん喋ってる。はい。さあ、今週も始まりました、クラブパラエジア。この番組は、毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして、笑顔をハンドメイドしようという番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをご用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってください。今日の ありがとうございます第4火曜日 MC を担当させていただきます、パナエでございます。よろしくお願いします。それでは早速本日のゲストを紹介していこうと思います。どっちから行こうかな。こっちかな。じゃあこっちから順番にね、いきますね。番組初登場、私リーダーじゃないよ。リーダーとかいないもん。リーダーとかいないんですけれども、私が一緒に組んでるユニット、パシリ。パシリでもある。あ、嘘、パシリではない。お世話役二人がみたいな感じ。私と一緒にユニットを組んでくれてます、メヒョウさん姉妹です。よろしくお願いします。それでメヒョウさん姉妹の向井陽子ちゃんと、はい、アンヌポンです。よろしくお願いします。はい。でそしてお隣に移りまして、私が紹介していいんですか。私が自分でいいんですよね。ピアノ弾き語りシンガーソングテラー、はい、ロトレトロさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう次に行きまして、はい、月末最終火曜日マンスリーゲスト、花笛演奏家のモスリンさんです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは皆さん、まずは自己紹介をお願いします。誰から行きます？私たち。そうか。誰が紹介するの？
私が紹介するの？改めまして、みひょうさん姉妹でございますけれども、はい、え？名前の由来とか。みひょうさん姉妹ですか？私が説明するの？だって私喋ってるから説明したら？どうぞ。私が説明する。私たちみひょうさん姉妹っていうのはですね、はい、あのどうしなんかねライブとかでよくみひょうさん姉妹っていうとお客様から。って笑い声が聞こえてくるんですけれども、どうしてなのかっていうと、私たち3人とも動物占いが黒ヒョウなんですね。そうなんです。じゃあ黒ヒョウって動物で、じゃあヒョウ入れたいねみたいになって、うん、でしかも私が一番上で、あ、同い年なんですけど、じゃあ年をまたいでて、私が一番上、2番目、3番目ということで、3姉妹ということで、で、じゃあメヒョウ3姉妹にしようかなっていうふうになりました。そうなんですよ。よくわかんないけどね。そうそう、際どいユニットとかじゃないんですけど。そうなんです、ね。そう、ちゃんとこんな、こんな花、お花とかつけてるユニットなので。あ、違う意味で際どい。そっち？お花生えてるってことですか？そんな感じで よろしくお願いします。これは今日はメヒョウ三姉妹だけど、それぞれソロで活動。そうですね。向井陽子ちゃんも。はい。普段どうやって活動されてるんですか？どうやら何を弾いてるんですか？ピアノ弾き語りでシンガーソングライターをやってるのと、やった、あとは感じた、あとはサポートメンバーをつけてバイオリンを弾き語りっていうか、歌いつつ弾きつつみたいなのはやっております。今日もちょっと披露するので見ていただければと思います。そしてお隣は今日まだ走ってない声をね。ははは、何してるかな。アンナポンは何してるかな。シンガーソングライターしてるでしょ。そうです。何シンガーソングライターですか。喋ろうよ。喋るでしょ。あ、そうだね、ハモリストです。ピアノシンガーソングライター兼ハモリストアンナポンでございます。で、この3人でメヒョウ3姉妹でございますけれども、はい、ロトレトロさんはどうしてロトレトロさんなんですか？はい、いきなり切りましたね。はい、シンガーソングテラーのロトレトロと申します。こう映ってますか？映ってます。はい、ロトレトロってカタカナでロトレトロって書いて縦線を足すと、私マナミって言うんですけど、ハングル文字でマナミっていう。へぇ、どういうこと？カタカナでロートって書くと、それがマで、レートでナ、うん、ロに縦線でミっていう。へぇ、そういう意味だったんじゃん。別に韓国語喋れないんですけど。あ、すごいですね。それは初めて聞きました、はい、いいこと聞きました。私たちもハングル文字でちょっと調べる。とりあえず調べる。大体カタカナっぽいから何かになるかもしれない。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。モスリーさんはマンスリーゲストということで、先月も、はい、いつも来てるんで、特に言わない。それではじゃあどうしていいんですか。じゃあ曲、自己紹介代わりに曲を1曲ずつ披露していこうと思うんですけれども、じゃあ私が歌ったので、モスリーさんから、はい、よろしくお願いします。マイクをどうしますか？これは喋んないといけないぞ。抜いていいですね。抜いて大丈夫です。あ、すいません。ロトレトロさん、はい、あ、ゲストとしては6回目。え、6回目そんなに出てたっけ？書いてありますよ、6回目。昨年10月から12月まで番組 MC としてご出演していただいてたみたいなんですけど。はい、そうです。MC もしました。え、じゃあ助けてください。よろしくお願いします。今日はなるべく目立たないようにして。え、そんなことしないでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういうこと喋ってました？ちょっとそれ裏でやってもらっていいですか？それ裏でやってもらっていいですか？だってもう大体なんか知ってるゲストだったら、なんか最近どうよみたいな話。最近どうよ、初めて会ったのいつだったっけみたいな。あ、そうですよね。私ね、対バンしたことある。あ、そうなんだ。花江ちゃんも対バンだったんだ。私、風だったんだ。あ、そうだ。風、エビスそう、エビスのところで。そう、あ、そうだ。3人で対バンするってなって、私が具合悪くなっちゃって、謎の具合悪いようになって、急遽通なんて。そうだそうだ、すいませんでした。いいえ、とんでもない。その後にお会いしたのがここだったんですよね。
初めましてみたいな、なんか前に対バンするはずだったんですけど対バンできなかったんです、初めましてみたいなのでお会いし て、で渋谷とかでもあったんですよね。終わった後にお会いしましたね。そうですね。歌は聞いてない。何回か会ってる。そうですね。じゃあ今日は楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。食べ物もまた結構あるんで。あ、唐揚げですね。そう、もしかリサーチ済みです。私覚えてるそれ。本当に今言われてる。あ、そうだ。ちょっとまた後でゆっくり話しましょう。楽しみ。ではモスリさんよろしいですか。はい、ではよろしくお願いします。じゃあゆっくりと。風の歌が聞こえるでした。ありがとうございます。では続きまして、ロトレトロさんよろしくお願いします。あれですかね、番組プレゼントの紹介しちゃっていいですか。間にちょいちょいするの。はい、じゃあまず今週の番組プレゼント紹介をしようと思います。今週…あ、パチパチ3人になっちゃった。やばいぞ話が止まらなくなるので私がちょっと紹介していきたいと思います。今週の番組プレゼントは毎度おなじみパルヘジアステッカー。どこに写せばいいのこれ。こちらでございます。そして四ツ谷サウンドクリークドッポさんの開店3周年記念クリアファイル、写ってる、こちらですね。一人で歩いていくものさ書いてある、面白い。そして宴屋さん提供インチキマンションのお笑い CD ですね、こちらと、チャイナスクエアランチライブトゥルーカラーズに出演していただいた松澤春奈さんのサイン入りオリジナルステッカー、こちらですね。はい、あといっぱいあるんじゃないですか今日。
ね、あと7月4日開催チャイナスクエアライブイベントトゥルーカラーズサマーフェスティバル2015非売品缶バッジ、どこ？あ、これか、見える？これか、これ見えてる、これと、大丈夫ですか？これと、あと、藍住まみさん、6月17日北山のストロボカフェワンマンライブのポスターですね、こちら。今藍住って言わなかったよ、ね、言ってないよ、藍住まみさんのサイン入りポスターですね。あと、よろしいですか？どうぞ。あと、モスリンさんの CD ですね、一番左の風の流れのようにの CD を全部合わせて、ありがとうございます、プレゼントしたいと思います。そして番組コーナーで使用したスケッチブック用紙と番組終了後の集合写真を入れて、集合写真にサインを入れてプレゼントしたいと思います。はい、応募方法はスタッフの屋根裏さんいない。今日誰がするの？あ、じゃあてるちゃんが長いので、みんなのためを、はい、応募用ハッシュタグをツイートしますので、リツイートするかそのハッシュタグをつけてコメントしていただくことで応募となりますので、ツイッター連携してコメントしてください。よろしくお願いします。わーい、ということで準備はよろしいですか？はい、大丈夫です。はい、お待たせしました。では、ロトレトロさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどお話にも出ましたけど、唐揚げの歌はい、あの巷でね、唐揚げの姉さんとか唐揚げ大使とか最近呼ばれるようになりましたけどなんかね、じゃあ一回ライブで自分の出番が終わる最後の歌でそれを歌ったんです。歌う前に、いや、このお店も実は唐揚げあるらしいんですよって言って歌ったら、その後の転換時間に唐揚げ6件注文が入ったっていうそれがあって、もう唐揚げ大使になったんですちょっとね、あの全国の唐揚げなんとかみたいなね、協会にちょっと掛け合ってみようかなって思ったレベルですよ。はい、というわけで、唐揚げの歌こと甘えんぼという曲をお届けしたいと思います。月に一度の二人の休み、明日はどこへ行こうかな。目覚めは窓を叩く雨音、君はふて寝し猫のよう、いつも頑張る君だから、こんな日は甘やかしちゃおう。そうだ、今日は君のために、僕がシェフになろう。君の好きな唐揚げ、まだかな、まだかな、下味はもうついたかな、まだかな、まだかな、君の笑顔が見た。雨はまだまだ止みそうにない、天気予報も味方しない、だけど本当はそばにいれたら十分嬉しいよ。そっとベッドを抜け出して、あなたが作るごちそうが楽しみだから、寝たふりをしちゃおう。でも二度揚げにしてね。
僕まだかな、まだだよ、もう少し待ってて。続きまして、目標三姉妹なんですけど、私がいなくなっちゃうので、まあ適当にこっちで喋ってよろしくお願いします。では準備しましょうか。します。はい、どうなんの。そうすると、うん、あの一番最初にやったやつやつ、はい、はい、じゃあこうか、これか、あなたの。そうすごい服を着てて、怖い系の方かな。怖い系はなんかこう振ってそうな感じですか。無地とか片側はないな。で、あの点々点かなんかの服じゃないか。点々点際どいやつ。なるほど、ちょっと楽しみにしてました。うん、ちょっと楽しみ。残念です。そっちで来ると、そう、まあ、花をつけた可愛らしい、はい、可愛らしいお嬢さんたちになるとは。花江さんがつけてる花がよりなんかこう立ってる感じがするんですね。あ、違う。なんか、なんだろう。そう、生えてる感じ。花江だからいいんじゃない。あ、そうか、花江さん。今は花江さん。そういうことか。私たちね、そうだね。いや、あの3人揃うと私たち2人ちっちゃいんですよ。153と私1です。何それ、10センチぐらい違うじゃん。私、あなた1人160センチなんですよ。私だけ、なんかちょっとデコボコンビ、コンビじゃない。3人でね、私だけちょっと山みたいなデコボコしてるんですけども、そう、実はね、そんな感じで準備は、ちょっとこっちの方がまとまったかな。3人と調整難しいんだよね。そうですよね。楽器の音量が違うしさ。そう、バイオリンとギターとピアノで3本でお送りするんですけれども、大変かな、大丈夫かな。チミ落ちてる。何じゃあ私ずっとさっきからしゃべってたから、もう一回ポン紹介して。はい、入ってない。入ってるかな。入ってますか。私だけ入ってます。じゃあもうあなたがしゃべったらいいんじゃない。あ聞こえてもいいですけどね。あ配信されて、私が聞いてた。あ、本当だ。あら、私も消えちゃったよ。はい。
からここにあって、あ、入った入った入ったあ、いました。私がいなくなっちゃう、あった、いいかな、はい、はい、はい、準備 OK でございます。では、はい、向井ぽよろしくお願いします。はい、みほさん姉妹初めて出させていただきます、よろしくお願いします。まずはじめ、毎日感じやった噛みすぎまずはじめにですね、みほさん姉妹最初に作りました、3人の曲を聴いていただきたいと思います。輝く汗、ワン、ツー、ワン、ツー、スすりながら今日を始めよう。街の明るい音を聞いて、新しい自分を見つけに行こう。見たことのない輝く未来へ、道はここにある。共に手を取り走り下では、みんな同じ空を眺めているね。どこか遠くへ行っても繋がっている。そうさ、どこまでも飛んで行こう。なんかあったんですよ。とりあえずコメントをたくさんいただ
甘えん坊おかずに白飯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 白米白米じゃない。とりあえずご飯食べてる。いや、お腹空きましたよ。お腹空きますよね。はい、唐揚げいいですよね。唐揚げ食べたいなって。なんかこの間、唐揚げにカレーソースを、カレーマヨネーズみたいなの作ってました。カレーマヨ、なんかカレー粉とマヨネーズみたいな。でも、カレーとマヨか。なんかすごい体に、体がデブになりそうな。それが美味しいっていうことで、美味しい、高カロリーは美味しいっていう。カロリーは美味しいですか。そうですね、低カロリーはそんなにだけど、高カロリーは美味しいということで、本日の、テーマを言っていこうと思いますけれども。カロリー。全然カロリー関係ないんですけれども、私たちがね、メヒョウさん姉妹ということで、ロトレトロさんはライオン？そうです、ライオンです。ライオン、色何色なんだか、色があるんですって。色もあるんですか。なんかそんな、どうしてアンナポン先生が占い先生でございますので、ちょっとお願いしたいと思うんですけども、はい、いいですか。テーマをやる前にお二方のね、動物を知っておきたいと思うので。僕は確か猿だったはずだよ。生年月日を聞かないといけないんですけども。あ、大丈夫です。じゃあ耳打ちで。さあ耳打ち。そうしなくもらえる通知だけ。こそ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 。いや、年から言うから。私たち2人がオレンジの黒ひょうなんですよ。で、アンナポンが赤だっけ。そうです、赤の黒ひょう。黒ひょうだけどオレンジなんです。なんかそうですよね。そう、どういう黒ひょうっていうのはですね、まあ、別にひょうでもいいんですけれども、一応対比をつけるためにわざわざひょうではなく黒ひょうっていう風にしてるらしいな。あ、そういうことなんだ。え、黒以外にいるのか。いや、ヒョウとしては黒ヒョウだけなんですけど、チーターとかはいます。で、グループがありまして、はい、その動物が属するグループがあって、地球とか太陽とか地球とかってグループがあって、その黒ヒョウの対比が羊なんですよ。羊って白じゃないですか。あ、なるほど。だからそれに白と黒で対比をつけるために黒ヒョウっていうふうにしてるんです。あ、皆さん分かってますか。進めてください。大丈夫、オレンジだから。あ、そっか。色は分かってる。そう、私たち同じ色なんで。で、ロトレットさんどうですか。銀のライオンです。銀のライオン。やばい、かっこいい。銀髪ってこと？いや、違います。落ち着け。ごめん。結構こうなんだろう、仕事とかですとこうバリバリやったり。すごい。緊張するとなんか喋れない。大丈夫大丈夫大丈夫。いつもの感じだと思って。先生。ちょっとあのポン先生。なんだポン先生。あとですね、その動物もちろん色だけではなくて、違う別のその動物は本質としてあるんですけど、表に出やすい動物とか、自分が憧れる動物とか、考え方の動物とか、あとは追い詰められた時に出る動物とか。っていうのがありまして、あ、じゃあ一人でも同じ動物の、あ、じゃあいろんな動物のなんか性質を持ってる。そうなんです。だから同じ動物で同じ色でも全然考え方が違ったりとか、見られ方が違うというのは、その出てる他の動物がの出方で変わってくるという。だから一番のその何だっけ、オレンジの黒い。そこの違いは。ここはいい、あの、いい、あれじゃん。いい例。そうなんです。この人はすごく私のね、まあ、オレンジの黒ひょうっていう動物の中でも他に表面に出やすい動物、意思決定っていう考え方の動物、あとはなりたい希望っていう動物と、あと隠れっていう土壇場になったら出てくる動物っていうのと、あと本質入れて5匹動物がいるんですけど、人にどういう風に見られてるかそうです。すごい頭いい。頭いいね。それで失礼だな。たまります。だいたい常識人というか、まあ普通の方でしたら、まあ普通っていうとちょっとあれですね、偏見があるんですけども、だいたい表面に出てる動物とか希望とかっていうのがバラバラの、例えば猿とか、ペガサスとかいろんな動物が 5種類違うのが出てるってことが基本的なんですけど、この人の場合はその4つが全部黒ひょうなんです。でも逆じゃん、黒ひょうしかね、前世黒ひょうだったってこと。そういうことなんですか。その他はもう黒ひょ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 うで、あとチーターだけ土壇場になった時出るのがなんか猫科なんだね。そう、とりあえず猫科。まあでも全部黒ひょう、割と黒ひょうはスマートに行きたいみたいな、いやっていうところがあるんですけど、集まるとこうなるみたいな。いや、多分今回ね、番組をね見
てくださってる方も私を知ってる方もいると思うんですけども、こんな感じなんですよね。黒ひょうが集まっちゃうと。あなたも黒ひょうだったら気をつけてください。いや、黒ひょうでもその5個いるとね。あ、なるほどね。1人で4つ持ってるからでしょ。そうなんです。でも2人とも結構全部違うんだよね。そうです。そうです。さようなら。こんにちは。ここでね、あなたは違うのよって。いや、一緒でしょ。だってメヒョウさん姉妹だもん。でもまあそんなこと、私たちのことはいいよ。ねえ、モスリーさんが、はい、モスリーさんは何でしたっけ？お猿さんなんです。お猿さん。は1951年4月の8日。1951年の40408。48。お釈迦様の日です。お釈迦様の日。8日。お釈迦様って知ってますよ。知ってますよ。知ってますよ。会ったことある？ないですよ。会ったことはあるの？会ったらすごいですよ、ね。私多分過去の人間なんじゃない？じゃあ知ってる。この間5月の初めに羊の毛刈りをしてから、その羊バーベキューで食ってきたよ。あ、まあちょっとやめてください。この子苦手なんで。やめましょう。固まっちゃう、固まっちゃう、固まっちゃう。どこ食べれない？食べれる。あ、どうぞどうぞ。茶色の猿です。普通の猿だね。割と古風というか、なんていうんですかね、こう新しいものというよりもこう古き良きものというか。それただの年寄り。いや割と若い方でもそのあんまこう飛び流行に飛びつかないタイプっていう感じですかね。若い頃どうでした？どうだったんでしょうね。でもあんまり記憶が残ってないけど、若い時に出やすい動物とか、もう年でも大人になったら出やすい動物とかっていうのがまたありまして、生年月日が全く一緒でも性格が違うじゃないですか、みんな。だからなんかそれはその考え方がすごい出やすいとか、表面の動物が出やすいとか、本質の動物が出やすいとか、こうなりたいっていうのが強いと、そっちの動物が出やすかったりとかっていうことがあるので。なるほど。私ほんとずっと黒ひょうじゃないね。そう、どう転んだって黒ひょうなの。あっちこっちそっち黒ひょうみたいな。多分生まれた時から死ぬまでこれだと思う。ほんとかー。よかったね。でもね、まあ確かに変わってない、生まれてから。手がないって言っていいんだよ。うん、困るけどね。不器用です、本当に。そんな不器用が MC をしますけれども、今日のそうコーナー、あのね、そのね、占いをね、アンナポン先生がね、やってるということで、皆さんの占いね、あのね、動物を分かったところで、本日の今週の番組テーマは占い信じる信じないです。さっきもやりましたけど、動物占い、星占い、タロット占い、手相など、信じてるもの、信じてないものを教えてください。ソーシャルストリーム、タイムラインへの書き込みをお待ちしております。みんないっぱい書いてください。よろしくお願いします。黒ひょうが集まるとこうなる。すいませんね。うるさいよね、私たちね。うるさい、うん、私たち非属性なんで、集まるとボーってなっちゃう。そうね、ボーッ。オレンジ、オレンジ、オレンジ、赤。うるさいわ、それは。赤が太陽の象徴で、オレンジがこう火、燃える火、ボッカッ、あのろうそくの火とか、そういう感じで。あー、なるほど。集まるともダーン、そうね、ドーンってなってる。確かにね。そうそうそう。それはちょっと危ないので、今日は危ない。今日は危ないって置いてっちゃうもん。うん、もう置いてかれてるもん。そうそうそう、それでですね、皆さんどうですか、占いは信じますか？あんまり。なんか反応薄いから、なんかごめんね。え、私は信じるよ。私いいとこだけ信じる。あ、大事大事大事。な、何好きですね、占いは好きです。なんか信じるか信じないかとかじゃなくて好きって感じ。あ、やることが好き。見てもらうのが。っていうのが好きだ。あ、わかります。へーってなった時も。ちょっと多分忘れます。あ、わかりますよ。多分私も。結果全部忘れてるんですけど、そう。見てもらったりするのはすごい好きです。一番嬉しかった占いってあります？え、嬉しかった占い？嬉しかった。こう言われて、覚えてないって言ってましたね。すみません。私ある。サンパ歩いたら忘れちゃう。いや、手相、別にね、その手相を最近好きになったっていう友達に昔見てもらったんだけど、うん、私手のひらにほくろあるんですよ。見えます？本当だ。ほら、ここだ。おお。で、それはシャーペン刺したの。そうじゃなくて、高校生に入ってから、まあ、ちらっとちょっと
テレビに出たことがありまして、その直後にできたんですよ。で、できたのこれとか言ったら、それはもう今きっと状況変わりつつあって、夢をつかめるほくろができたんだよって言われて、その後にちょっともう一回、もう一回いいですか、もう一回やつここにね、こう縦の線と横の線で十字架ができてるんですけど、神秘十字線だっけ、そう、なんかかっこいい名前ね、すごいやつなんだって。それ書く人いるよね。そう、別に書いてないですよこれ、書いてないでもないんだけど、ほくろとねこの十字が一緒にできたんですよ。どっちの手ってあんのそれ、知らない、できた方がいい。女の人は左、あ、じゃあ右、右です、右じゃん、あれ、あれ、え、信じたい方信じるからいいんです。え、これありがたいんで、そう、ありがたい。じゃあ私のこれは今日さ、ちょっとこれ静止なんで、あ、いいですか、じゃあ何今日、あれ、じゃ動かないの、皆さん待ち受けにしていただいて、じゃあ、え、ちょっと待って、私バージョン、で今スクショタイムで、私も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 、うん、私ね小指にできてるの、小指、本当だ、小指は何、これが小指は何って誰に聞いてるの、占い師の人います、いるだろ、いるだろ、違う違う、あんなのは動物占い、なんか今日パルヘジェ見てくださってる方で手相占いやりたいんで、ほくろを分かる人言ってください、ぜひ。手相とほくろって関係ある、なんかこれでもなんか病気危ないから病院行きなって言われました、違う、そうそうそう、濃くなりすぎたら危ないから病院行きなさいって。でもやっぱ中国とかはわざわざここにほくろを描く人とか多い、切ったりっていうのはちょっと痛いけど、手相にしたいから切ったり描いたり、それでも変わるの、する、うん、変わる、運命変わる、やった方がいいじゃん、描くだけで変わります、手相は。じゃあやろうと思う、皆さんじゃあ描いてみてください。しかも変わっていくんですよ、リアルタイムに手相って。ああ、それは聞いたことある、そうそうそう、面白いです、うん、皆さんどうですか、うんと花占い信じる、花占い、あの好き嫌い好き嫌い、見たくしかないやつ、可愛いな、可愛いですね、うん、おみくじはプラスの部分だけ、あ、まあ、そうですよね、うん、大凶だったら見てないって、なんか大凶でもいいこと書いてあることある、あ、そうそうそう、でも大凶ってさ、でも一番悪いから上がる一方なんでしょ、あ、今どん底だよってことで、ことでもうこれ以上下がらないんで、あ、何頑張るとか書いてある、あ、じゃあいいこと、いいんですよ、うん、いいですよ、おみくじね、いいですね、毎週、毎朝占い見てから会社に行くんだけど、玄関出た頃も忘れてる、サンパー出て忘れてる、確かにね、確かに分かる、同じ、同じですね、占いはランキングで上位だと、確かに分かる、うん、星座占いはちょっと私は信じないタイプ、もうあれはもう、あれしてます、あれしてます、あれだけです、あば、あれ、あんなの知らないじゃないみたいな、あれは、あれはしてます、だって星座って本当はもっとあるでしょ、ね、うるさいよ、うちら、でもさ、あれだってね、あれじゃん、あれじゃん、あれしか言ってない、あまりの振動で落ちた、カンバチもびっくりだよ、星座結局12だか13だかわからないまま来てる、そう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 、13らしいよ、だから蛇使いがどうも、え、なに、もう一個星座があるらしい、私獅子座、あなた獅子座ないよ、あ、そう、違う、もう一個あるらしいよって、あ、なるほどね、だからもしかしたら獅子座じゃないかもよ、獅子座じゃないかも、獅子座じゃないかもしれない、わかりました、ちょっとずつずれていくから、うん、あー、なるほどね、うん、え、それはまあ、交互期待ということ、何に交互期待、皆さんなんかいっぱい書いてくれて、あー、ありがとうございます、コアラ、あ、てるちゃんコアラ、博士さん、コアラだって、恋が叶う、叶わないコアラ、ね、恋占い、ちょっと2人のも後で聞きたいです、うん、あ、本当だ、ピンポン、コアラ、そんな感じで、あの皆さん、ああ助けて、あんたさ、機械弱いね、触んない私 MC するね、じゃあ、あの今日はとんでもないことに、とんでもないことに、そうですね、私のコーナーに行きたいと思うんですけれども、これ大丈夫かな、ちょっと、ではいいですか、私の持ち込み企画をしたいと思いますけれども、行くよ、行くよ、パナエさんと一緒にパネーひらがな読みましょう。ということでですね、はい、私自称なんですけれども、ひらがなシンガーソングライターという面も活動しているんですけれど、ね、今日はみんなで、あ、よくね、ツイッターとかでひらがなで、全部ツイッターひらがなで書くんですけど、そね、その自分で分かんなくなる、いや、
最近は慣れました。あのひらがなシンガーソングライターとして活動を始めた最初の頃は本当に読みづらくて、何やってんだこいつと思いながら、自分であのなんでこの読みづらいツイートなんだろうと思ったら私だったみたいなことがあったんですけど、そう伝染するんですね結構。私たちかなり巻き添え食らってます、ね、LINE とかね。そう大体巻き添え、 LINE 全部ひらがなできても読めないみたいな。そう今は全然読める。そう6段ぐらい全部ひらがなだだ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 、昔困ったよね、大変だ。それ全部句読点入らない、入らない、入らない。え、句読入ってないよ。ちょっと気持ちよかった。なんだかかんだから、なんだかかんだから、丸ぐらいあったね。ない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 。あ、ないかった。何もない。今でも良くなったよ、ちょっと。ちょっとだけ句読点つくようになった。そんな感じで私、ひらがなシンガーソングライターとして活動してるんですけれども、やっぱひらがな読みづらいのでね、今日来てるね。いいの？皆さん、ゲストの皆様に、はい、ひらがなを早口言葉で読んでいただきまして、はい、あのね、コメント皆さん書いてくださってるんですけれども、皆さんから募集する難しい15文字以上のひらがなの文章を投稿していただきまして、一人ずつちょっと読んでいただこうかなと思うんですね。それがダメだったらちょっと、それは別に早口言葉じゃなくてもいい。ダメ。え？なるべく早く読んでください。ああ、なるべく早口言葉で、読めなかったら恥ずかしかった出来事を喋っていただきたいと思います。それ絶対読めないやつじゃん、ね、絶対読めないやつだわ。先月はね大丈夫だった。本当？先月は大丈夫だったのに、恥ずかしい話考えてる方がいいんじゃない。罰ゲームは自分の恥ずかしい話をしてもらおうかなと思います。恥ずかしい話、私が読めないことが一番恥ずかしいよね。それ恥ずかしいね、うん、すでに恥ずかしい。ひらがなアーティストとしての誇りがあるので、なので皆さん、あの結構難しいひらがなを、難しいひらがなの、え、何？難しい読みづらいひらがな、そうそうそう、読みづらいひらがなの文章を15文字以上で投稿してください。はい、ドン。以内じゃなくて15文字以上。15文字以内だったら読めちゃう。私読めるもん。確かに私は読めるけど全部、だから皆さんお待ちしておりますけれども、ロトレトロさんもひらがなじゃないですか。あ、だから私が MC の時もこれを言ってみろ、トレトロって言って早口のやつやりましたよ。あ、似てる。私の方がグダグダしてる。やっちまったな。やっちまった。先輩、すいません。自分で言えてなかったんで、私もダメでした。早口言葉難しいですよね。私もうすでに噛んでるからね、今日。今日だって MC で噛んだもん。結構噛んでるから。じゃあ、聞いてもらえないと。じゃあ、しょ。結構噛むよね。結構噛むよね。なんでなんだろう。焦る。え、そんなに？あんな子もしゃ喋んないもんだって、噛むの。占いの時しか喋んない。そうだね。ちゃんとメリハリつけてるからね。じゃあメリハリつけよ。うちはさ、オレンジだからもう無理なんだよ。で、皆さんどうですか？皆さん。何も来てないですよ。あ、今ちょっと。来た？あ、違う。みんなお願い。こういうことじゃない、こういうことじゃない、難しいひらがな、難しいひらがな、これ、いとえですよね、うん、昔の、そう昔のいとえ、よく読めたね、読めるよ、だって古典好きだったもん、やっぱひらがなだから、うん、漢文は嫌いだった、漢字だから、ね、なんか来た、来ました？あれ？あれ？そして、機械は触れないので、触ってください、大丈夫だよ、もう置いとけば取るよ、来るかな、来てない、来てないです、来てない、え、これ違うの？モスリンさんの名前の由来って伺ったら怒りますか？怒りますか？なんで消しちゃったの？消してないです。更新しただけで大丈夫。いや、カタカナね。カタカナなので。大丈夫です。見えてます。違う。ピンポーン。あ、来た来た来た。じゃあ一回読んでからモスリンさんの名前のこと聞こうかな。うん。難しいだろうね。消費者少子化担当大臣。言っちゃったよ。読んじゃった。順番にね、順番に。はい、どこ？え、どれですか？一番上、右。え、どこ？黒票が集まるとこうなるしか出てない。こっち更新されてない。なんかもう一個来てるよ。じゃあ更新します。これだ、これだ。あ、更新しました。バス爆発が来てるね。あ、来てる。じゃあ待って待って、まだ読まないでくださいね。まだ読んじゃダメよ。読んじゃダメよ。あ、来た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 。うわ、これ一番上のやつ読めないやつやん。どっちか読む？読めないやつ。これ早く言えないよね。ワリパパさんの方が読む？あ、これでも平気かも。じゃあモスリーさんから、うん、ワリパパさんが投稿してくださったやつ読んでみて。ワリパパさんの方のやつね。はい。バスガスガス爆発。もう分かった、もう分かった、もう分かった。爆発。バスガス爆発。これ早く言
くやるのって結構難しいね、うんうん、じゃあテンポでこれちょっと待ってどうしたどうしたどうしたそれで何個言うのがいいかバスガスバスガ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 スやめちゃうこれは言いやすくなっちゃう逆に、ね、今の忘れてくださいよくうわすごいよなんかいっぱい来てる点々いっぱいある点々ちょっと待ってちゃう練習しちゃダメよどれちょっとワリコパさんが調子に乗ってますねワリコパさん調子に乗ってでもモスリンさんさっき噛んだからあそっかちょっと噛んだよはい噛んだじゃあ1点限定何点限定でやるんですかえ限定方式じゃないちゃんと順番にあそっかあ限定方式で一番ダメだった人が喋る系じゃあ人のこと言ってるけどじゃあ一回聞いた後の人はどう喋るかなほらほら順番に順番に一回ずつやんないとじゃあどうぞどれあさっきのやつさっきのやつですねこれ二ついっぺんにさっきあのワリパパさんの一番最初のやつ最初だ最初ね噛んだ噛んだマイナス1点バスガス爆発バスガス爆発バスガスガスガスおいこれは言われなくてそういう問題じゃない2回目では良かったんだけどなマイナス1だなそしたらアンナポンバスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発言えてるあこれ緊張してくるよねはい行きますバスガス爆発バスガス爆発バスガス爆発おじいえこれさ私読めなかったやばいですねカメカメ静かにして。いくよ。バスガス爆発、バスガス爆発、バスガス爆発。おお、大丈夫大丈夫。ありがとうございます。一応早かったね。なんかすごいカタカナのやつ来たけど。カタカナじゃないの。そしたら、じゃあ、だからなんかすごい身内の遊びみたいになってるけどさ。これ、ひらがなかどうか問題じゃないよね、この辺もう。濁点いっぱいあるんだもん。アリババさんのこれは、趣旨がもう早口言葉になってる。ね。じゃあ読みにくいひらがな送ってほしいんでしょそう、うん、なんか普通の今日は一緒にこんにちはあこれでしょこれでしょこれ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 あそう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 じゃあ今度逆回していこうか逆えでもとりあえずみんなさんが投稿してくれたので順番に読んでいこうと思うんですけども、はい、え私じゃないか次、うん、そうだよこれできないよ絶対絶対できるよ嘘で嘘でいくよすごいいくよいくよ怖いね美術室、技術室、手術室、美術室、技術室、美術室、美術室、いや、これさ、これさ、ひらがなっていうよりもさ早口言葉としてねこれ、表に2つあるのかいや、あ、そうですね、これの2つは一緒ですこれは2つ同じ、割りばばさん同じやつですね、これね同じやつですね、ちょっと調子に乗ってるやつだってさ、これこれ違うよあなた言ったの違うえ、どれあなたひらがな読めてないよ、まずちょっとゆっくり読むよ、うん、美術室、技術室、手術室、美術準備室、技術準備室、手術準備室だよほんとだマイナス5点だなマイナス5点だなえ、なにそれこの感じ間違えてたからなえ、ごめんこれ早く言えないよもう一回やってみ分かった優しい優しくな美術室、技術室、手術室、美術準備室、技術準備室、手術準備室言えた言えたいいよじゃあマイナス1点でとどめてくれる、うん、じゃあマイナス1点でとどまろうとどまろうはい私いけますよ持って見ないとさ難しいよね美術室技術室手術室美術準備室技術準備室手術準備室おおやっぱボーカルってさ、うん、いや待ていや待てではあんなポイントいってみましょうか美術室技術室手術準備あんなポイント。なんていいかな。汗かいてきちゃった。うん、汗かいてもさ。諦め感じだな。すごい緊張する。緊張するよね。ダンスは、こっちこっち。あ、なんか流れてきちゃう。指でやってるよと思います。美術室、技術室、手術室、美術準備室、技術準備室、手術準備室。おお、ギリギリセーフ。オッケーです。こっちでいいや。美術室、なんだ。じゃあもう一回いきます。美術室、技術室、手術室、美術準備室、技術準備室、手術準備室。なんだ、なんかジョ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 になっちゃう。モスリーさんもう一遍。力技でいきましょう。一歩リードしてる。モスリーさん一歩リードしちゃってますけれども。じゃあ次。次のやつはモスリーさん。どれだ美術室のやつの次。同じじゃん。あ、同じですね、これ。その上の青間。
青巻紙、赤巻紙、黄巻紙なし。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。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 黄巻紙になってる。一点にしちゃうぞ。そしたら、行きましょうか。ロトレトロさん。はい。はい、行きましょう。早口言葉よ、これ。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。お、言えてる。すごい。私これ苦手です。私も絶対苦手。どうぞ。どうぞ。アナポング。青巻紙、赤が…赤髪来た。赤髪ね。諦めがさ、早いね。止まるもんね。いいですね。オンとオフがはっきりしてる。素晴らしい。やっぱりね。さすがですね。持たないとできない。そう、持たないとできない。さすが、オレンジだね。いきます。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。お、言ってる。え、やだやだやだ。なんで言えんだろう、今日。つまらないな。いつも噛むのにね。いくよ。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。じゃあ、ひらがなは読めてるんだよ。読めてるんだよ。2点、2点になっちゃったよ。面白かったよ。でも、じゃあ次。これはカタカナなんでダメですね。これ、これカタカナになっちゃった方、うん、もしよかったらひらがなに直していただけたら嬉しいです。そしたら、逆にね、そしたら次。猿のおもちゃかと思ったってどのこと？違うんじゃない？これじゃない？ああ、コメントじゃない？じゃあ私言うよ。はい。次ね、うん。意味をうまく理解できないという例はよく耳にするけども、記者の記者が記者で記者したは有名だよね。読むだけなら簡単だ。おお、さすが。こういう文章。書いてないのも一個あったね。え？けれどもっていうもが入ったね。お、余計な文字が一個入ったの。ここだ。書いてないの。あ、本当だ。厳しい。まあでもまあ一番だったんでね。まあ、優しいんだけど。これ苦手やわ。この文章を読むのは得意なのよ。意味をうまく理解できないという例はよく耳にするけど、記者の記者が記者で記者したは有名だよね。読むだけなら簡単だ。おお。今日絶好調じゃん。今日絶好調。ちょっと一発さ。記者って一発なんだよ。ちょっと一発間違えろ。間違えようよ。電車の記者です。記者が記者で記者した。すごい理解していらっしゃる。それやると理解すると喋れる。そうやな。真剣やる。いいよ。読めないな。意味をうまく理解できないという例はよく耳にするけど、記者の記者が記者で記者したは有名だよね。読むだけなら簡単だ。はい、記者したってどういう意味？帰ってきたって。あの会社に戻ってくる記者。記者。あの意味が漢字にしないとわかんないんじゃないの？そうそうなんだよね。いや、そんなことないよ。セルはどうぞ。意味をうまく理解できないという例はよく耳にするけど、記者の記者が記者で記者したは有名だよね。読むだけなら簡単だ。これ中から聞いてるとね、耳に馴染めちゃう。これは後の方がいいパターンですね。目の前、そう、ちゃんとしっかり見たな。意味をうまく理解できないという例はよく耳にする。あのね、一つあるんですよ。はい、老眼で見える。もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。もう一回行きます。意味をうまく理解できないという例はよく耳にするけど、記者の記者が記者で記者したは有名だよね。読むだけなら簡単だ。まだ大丈夫。でもね、本当にもうこうやった時にこれ歪んでるんですよ。なるほどね。じゃあそれはしょうがない。なんでで、うん、だからやっぱりこの距離の方がいいんだよ、実は。そうなんだ。さっきの距離よりはこの方がまだ見えるんだけど。ああ、そうなんだ。うん、老眼っていうのはそういうもの。見える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 。私目は出たら。あ、そういうこと？うん。いや、これ何これ？こっち。あ、私これ読めばいい？あ、違う。モスリーさんから言ってます？うん、この上から2個目かな？脅迫状が会社に来たってやつ？おお、いっちゃった。それそれさっぱりしてる。これは普通の言葉だから難しくない。そうですね。上とかさ、そのひらがなだとぱっと見分かりにくいみたいな。普通の会話がいいのかな？なんか。今日はお外に出てご飯を食べました。でもすごくまずいハンバーグでした。おやすみなさいみたいな。うん、を全部ひらがなで書いてくれるとみんな見づらいでしょ？そうですね。なんだこのコーナー。難しい。本当だよ。じゃあ脅迫状のやつ行きましょうか。はい。はい。脅迫状が会社に来た。うん、さらっと。全然難しくないよ。さらっと言った方がいいね。あのポイント。脅迫状が会社に来た。脅迫状が会社に来た。脅迫状が会社に来た。これ全然あの覚えられちゃうの。そうですよね。やっぱ違うのにした方がいいのかな。今日は苦情だって。こっち？あ、みんなダメ。はい、みんな。これすごい。
みんな間違えちゃう。でもどっちとも取れるんじゃない？ひらがなだからどっちでもいいんじゃない？紅白状か。そうだ、どっちでも読める。まあ両方、ね、でもすごいこれ。どっち聞いてますね。面白い。でもご本人が、今日は苦情が会社に来たになってるんで。ご本人じゃなくない？違うかった。あ、違うわ。わかんない。もしか2つあったと思ってるかもしれない。1人2役。どっちだろう？違う方書くとか。確かにね。え、じゃあ大丈夫。え、すごい面白い。ね、人によって読み方、あー、ひらがなって素敵。そこに持ってきたかった。誤解が生まれるんだよ、文章だと。ね、なんか、じゃあ判定はどうなの？いいよ。いいよ、いいよ。まだ続く。まだ続く。まだ続くの？もう一個来てるから。あともう一個だけ。この、ロトレトロ、赤レトロ、ね、そう、それそれ。私から行きます。そうです。わかりました。じゃあこれで最後ね。そうです。ロトレトロ、赤レトロ、青みどろ。オッケー。分かった。ロトレトロ、赤レトロ、青みどろ。青みどろ。ちょっとギリギリか。オッケー。ロトレトロ、赤レトロ、青みどろ。おお。ロトレトロ、赤レトロ、青みどろ。あ、いやいや、まだご本人ですからね。ロトレトロ、赤レトロ、青みどろ。おお。そんな感じで、そんな感じですか。減点点数を発表したいと思います。ルル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 。モスリンさん3点、ロトレトロさん1点、アンナポン2点、ムカイポン0点、ハナイ2点。あれ？そこおかしいな。やばい、危ない。え、モスリンさん、恥ずかしい出来事ありました最近？最近なの？いや、最近今まで生きてきた中で。でもモスリンさんぐらいになると恥ずかしいことでも悟りを開いてそう。あー、恥ずかしくないみたいな。これは、これは。これが恥ずかしいって言われると、最近も恥も知らずになっちゃったかな。昔はあったんだろうな。悟っていう。悟りって開けるようになるんですか？っていうか、あのどんどんあの鈍感になっていくだけですね。ああの経験を積むと、うん、例えばこんなのがだったらすごく怖いと思ったようなことが、今になっても別にそんなもんみんなのどうせなるんだからいいじゃん。なるほどな。あ、じゃあもうちょっと大人になればわかるのかな。そうかも。勉強になりました。なんか恥ずかしい話っていうか、なんかいい話を聞いて。そういえばね、うちの女房のやつね、あの、僕からのラブレター全部取っておいてね、娘と二人でね、あの前足を見せたことがある。なんかね、素敵。恥ずかしいですけどね。恥ずかしいけど素敵な話でした。ね。え、いいな、そんな。いい話。恥ずかしいいい話ですね。今さ、手紙とかもらわないじゃん。うん、メールだもんね。メールとか LINE とかさ。そういうの大事です ね、 いいね。そう、人に手紙送るって大事ですよね。文字書かない。この頃はまだ手紙だもんね、全部。そうですよね。で、電話だってするとさ、向こうの親が出てくる。ああ、誰か、恥ずかしいだね。誰誰さんいますかってやつ。うん、そうそうそう。誰ですかみたいな。お父さんが出ると変わってくれないみたいな。そうそうそう、はい、もしもしみたいな。ガチャンと切っちゃう。切っちゃう、素敵。なんか、皆さんネットに頼らずに、好きな人にはあの、恋文を直接会って話せたのにそれですよね。ちょっと遠くにね住んでる方とかの文通とかね、してみたらいいんじゃないでしょうか。ひらがなで、ひらがなで、すごい上手い。いや、そんな感じで皆様のおかげでこのコーナー終了と思います。ありがとうございました。ということでですね、後半戦ですかね、そろそろ、はい、では改めて嘘です。嘘じゃないよ、何が嘘なの。嘘です。後半のライブに行きたいと思います。はい、嘘じゃなかったです。はい、最初と逆順で行こうと思いますけれども、そしたら私が抜けちゃうので、お二方ちょっと MC をよろしくお願いします。目標三姉妹から歌っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。さっきから聞いてると占い結構やるの、はい、いろんなところで。占いはなんかあのちっちゃい小学生ぐらいの時にまずタロットの本を買ったのが始まりで、でも自分がするよりやってもらう方が好きだってことに気づいて捨てました。そうそう、バイクが逆になる。なんだろう、いいよね。知り合いであの、うん、同じぐらいの年でお坊さんやってる人とかが手相を見てくれたのを見て、なんかすごい嬉しかったりとか、結構親と似るらしいんですよ、手相って。あ、それはあるかもね。骨格的なものは親と似るもんね。そうですね、とか、そうですね。なんだろう、でもやっぱこう、
らいでもいい手相ですねって言われて嬉しくなります。嬉しくなります。私お金持ちになるから。あ、それ嬉しいですね。すごい嬉しかった。そうそうそう、もう変わるんですよねって言ってましたね。 3,4 ヶ月でまた変わる、はっきり変わってくるのがそれぐらい、日々変わってって言われて、へーって思ったけど、もうそれ以降会ってないのでもうずっと見てもらってないですけど。じゃあ今度一緒に手相いきません？あ、いいですね。あんまり高くないところで。いや、高い方が効くのかな。どうでしょう。あ、でもやっぱ占い師さんの話だと、なんかあんたは自分の人生を3000円そこらで売るのかみたいな。あ、そういう、なるほど。そうそうそう、あの楽器握るやつはそういう、その値段の楽器になるっていうのと同じようなものかな。あ、じゃあ高いところがいいっていうかなぁ。またでも詐欺師も多いですからね。難しいですね、この世の中ね。なんかね、世知辛いですね。いや、さすが。さすが先輩。なるほど。お二方先輩。モスリーさんと並べられちゃうとちょっと。いや、大先輩ですからね。半分以下ぐらいだから。私にとってはどちらもなんか大大大先輩先輩って。大大先輩先輩。面白いですね、今日。大きい、どんどん大きくなっていくね。大大大先輩とか。巨大な人みたいな。ちょっと違う、個人みたいな。さあ、はい、どうです、大丈夫でしょう、お二人か。マイク大丈夫かな。はい、はい、OK です。では入ってる、入ってる。ヘイ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 。ではアンナポン、じゃあ次紹介してもらおうかな。ですね、私たちが2回目のワンマンライブをやった日、2月10日が私の誕生日だったんですけども、その日に、サプライズで2人が作ってくれた曲を、もう一度作り直すというか、まあ、なんて言うんだろうね、完成形にしたの、完成形にして、3人で歌いたいと思います。良いですか？良いですよ。それでは聴いてください、友達。輝く明日へ一緒に歩いて行こう、どんな時もねえ聞いてよ、この世界を一緒に見てみたいな、どんな時も私たちな時にはこうして歌を送るね、一つ一つ思いを込めて言わせてよ、ありがとう。これが友達って今ならわかるよ、何かあると伝えたい人、それが友達って今ならわかるよ、私たちがおばあちゃん歌を送るね、一つ
ありがとうございます。そしてもう一個の曲をやろうと思うんですけれども、今年のね2月にワンマンライブをやった時に CD を出したんですけれども、で3人で作った冬の曲を歌いたいと思います。良いですかね。しっとりとしたバラードを聴いていただきたいと思います。良いですかね。ではココアという曲聴いてください。あなたの姿
ってきて、来て。それまでないの？そんなことないよね。あ、8月8日？うん、そうや。これまず。うん、合ってる合ってる。また手振ってみよう。え、今リセット、頑張ってるの？見せてるのに。リセット中。じゃあ、来ました？音は来てる？映像は来てる？すごい、このリアルタイムで絶叫、絶叫じゃない、絶叫。いやリアルタイム。あ、ツイキャスか。絶叫じゃなくて、なんだっけ、実況。リアル絶叫ってやばいね。説教、説教。リアル説教。あんたうるさい。映ってないの、あっちが映ってない。あのね、左のテレビに映ってないの。上の。タッタッタッ。そうそうそう。音は来てますか？これか。夜の朝食。これ子じゃない。復活って書いてあります。映像も復活したかな。ただいま、みんな。風か。みんな映像見えてました？筆談も見えてた？どうかね。そして。皆さん今明日ライブするから来てね。来てね。来てね。それも後でね。9時から。夜9時からだからみんな来れるよね。来てね。来てね。私このマイクだ。リアルの体。何いるの？月夜の太陽でライブ鳥だよ。鳥9時だよ。鳥アンコールあるってそれ言うだよ。アンコールある。アンコールしてね。あれ、アンコールある。アンコールある。映像は来てませんか？来てますか？では音も良さそうでしたら、ロトレトロ、ロトレトロさん、噛んじゃった。マイクが入ってない。あ、映ったね。あ、入った。いいかな。どっからのが映ってる。あの、今、今かな、ね、さっきちょっと待って。それでは、すごい、あっち向いたりこっち向いたり。大丈夫ですか？はい。いやいや、おってなんだ。改めまして、こんばんは、ロトレトロと申します。ロトレトロはですね、3月21日にここね、この収録現場の岩木チャイナスクエアにてワンマンライブを行いまして、その時にですね、ついでにレコ発もやっちゃえと新曲も作ったんですね。で、その曲をお届けしたいと思います。すげえ明るい。すごい照らされてますけど、はい、というわけでお届けいたします、寂しんぼ。聞きたくて目覚ましよりも早く起きた5分前携帯電話越しの何気ない会話、エナジー充電完了、 Good morning。 昨日膨らんだ色とりどりのつぼみが、今日は一段と色濃く弾けそうだ、明日はきっと、明後日はもっと、花咲かすよ今日も明日も明後日も、その先の先まで会えない日々が笑えない日々になるなんてやだ、太陽が沈めば月に腰掛け星と歌うよ届け、寂しがり屋の調べ、声を受け止めて1200ワットで温める空間、ララバイ代わりのたわいない会話、いい夢見られるおまじない、 Good night。 昨日
しかった明日はきっと二人で全部歌いだけよ今日も明日も明後日も会えない日々の中寂しさの渦に飲み込まれて溺れちゃいそうだ一粒の砂を掴み取るような奇跡信じて届け不安がり屋の祈り辛抱という曲をお届けいたしました。それでですね、突然の話になるとは思うんですけども、ロトレトロは今月いっぱいで一旦ライブ活動をお休みさせていただきますというわけでですね、そうなんですよ、実はそうなんですけども、まあ最後の最後というかね、最後に皆さんの前に出るライブの告知はまた後でさせていただこうと思うんですけど、まあもちろんちょっといつまで休むかはまだ決めてないんですけど、必ず戻ることが前提でのお休みなので、まあその私の決意というかね、まだロトレトロとして活動して2年ちょっとなんですけど、まあその2年の間の自分がね、こんなことしてきたなとか、こんな思いでやってきたなとか、あと応援してくれてる皆さんにね、ありがとうっていう気持ちを込めて曲を書き下ろしました。その曲をお届けしたいと思います。聞いてください。よいしょかな。メイズ。少しあと少しってこれから出会う誰かが待つ交差点で傷ついて迷いながらそれでも歩いてきた自分の全てを信じられなくて、ああ、ああ、降りやまぬ雨に傘を投げ捨てて消えてしまいたい日もあるけれど、あなたと出会えたことが忘れない。
ことで風に揺られる花はいつだって咲き誇るよ本当の気持ちを隠し続けてもします。ここでマイク交代。マイク交代。ここでマイク交代。選手交代みたいな。ここでなんか紹介します。どうしました？何も紹介することないかな。いつ決めたんですか？は今年入ってから決めて。今日お会いできてよかったです。あ、違う。花井さんの歌聴いてる。そうなんですよ。そんな歌を聴いていなかったのですね。お会いは、お顔は、お互い知ってるのに、歌は全然聴いてない。あ、ひらがなの人だな。唐揚げの人だなって思って。お互いそんな感じ。そこになったので、よかったです、今日は。ありがとうございます。あ、本当ですか？いつの間に調べたの？先生も知ってるから先生何でも知られてるからでもなんかアンナポン先生の占いは当たるので本当ですか？本当になんか全然知らない子に、あ、占ってほしいんですけどって言われてね、うん、もうあの大学の中とかで、でも、どうだろうね、知る知る人は知る自分で言ってみたいな、かっこいいなそれ、自分で言ってみたい、アンナ先輩はみたいな、知ってる人は知ってるよね。どうすかどうすか。なんか彼氏と悩んでるんですとか。ああ、オッケーオッケーみたいな。結婚する時期がどうのとかっていうのを結構受けます相談。あ、すみません、さっき歌わないって言ったけど歌うことにしました。何占いができるの？基本的には動物占いから派生してる占いとか。チェックマイク来てない。マイク来てない。広がってると思います。深いですよね。あ、来たか。動物占い。もっと聞きたくなっちゃう。絶対聞いた方がいいですよ。気になることはアンナ先生に。アンナ先生に聞いた方がいい。銀のライオン。銀のライオン。あ、
ホワイト、そうなんだ。ホワイトエンジェル。結婚したらいいんじゃないですか、じゃあ。とりあえずラスベガスかとか言って、うん、なんでラスベガス？銀のライオンだから。あんた黙って待って、私 MC だよ。違うよ。じゃ日本だと結婚できないでしょ。なるほど、そういうことか。そういうこと。わかりました。わかりましたね。ありがとうございます。交代した方がいいよ。この人一番お姉ちゃんなんだけどな。そうだったよ。だいたい長女って一番ぽやっとしてる感じ。よかったね。うん、カバーしてもらって。今日はありがとうございます。お礼を言う。すいません、でしゃばっちゃった。全然ありません。ありがとうございます。さて、どうですか。はい、いいですか。はい、ではモスリーさんよろしくお願いします。はい、これからやろうとしてる歌は、実は昨日の朝、電話で SBS って静岡放そうのラジオ出たんですけども、その時に、YouTube から僕の曲を拾ってきてくれるのはいいんだけど、ちゃんと僕の曲じゃないってかかってんのに書いといたのに、この曲モスリンさんの曲ですよねって言われた一瞬、あおあってそう、カバー曲って書いてあるのに、ちゃんと題名の後ろにカバーって書いてあるのにさ、わざわざそれをあの放送の最初に使ってモスリンさんの曲ですよねって、作られた曲ですよねって言わなくてもいいだろうってということで、これあの中西恵三さんの歌なんですけどね、水のようにという歌です。
水のようにお送りしました。さっきロトさんからもお話がありましたが、私も、マンスリーゲストとしては今度の6月来月でおしまいになります。それ以外のクリスマス会とかそんな時には来るかなと思いますけれども、マンスリーゲストとしては来月が最後になります。なんでちょっと、遠くに離れた人を思う歌を、急遽歌の方に変えてお送りします。
キャサリンお送りしました。ありがとうございます。次は私かな。じゃあ任せたよ。任せました。はいはいはい。じゃあじゃあ、いってらっしゃい。とりあえずハッシュタグがギリギリで発行されました。あ、本当ですか。ポン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 、今夜はハポンポン。どういうことですか。ハポン、ハポンポン。今夜は歯が2つあった。うん、うん、歯が2つある。あ、完全に浮きました。でもハポンって日本のことですよね。え、ハポン、ハポン、日本ポンってことですか。そういうこと、日本ポンですね。確かに今夜は日本ポンってことですか。世界に誇るハポンポン、ハポンポン、ハポンポンになってる、ね、すごい。あの打ち間違いも含めて打ってください。皆さんちゃんと、ね、打ち間違いもハッシュタグちゃんと読んで、うん、どれだ。刺さってない。ポン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 、今夜はハポンポン。今夜はハポンポン、ハポンポン、ハポンポンだね。今夜はハポンポン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 。お母さんのお腹。ハポンポン。ハポンポン。これ。これ、え、なんでそんな小声で喋るの。なんでそんな小声で喋るの。今売ってないですよ、この本。この本古いやつですよね。そう、古いやつらしいです。これ逆に欲しい、逆に欲しい。あ、ちょうど見て、この黒本のとこに白、このこれが挟まって挟まって読めた、読むばかりに。黒表攻略法。そう、え、でも黒表も色によって攻略法違うんで。なるほどね。私も読みたい。だからダメですね。これ1個言っていい。自分の話をしたがるんだって、くる表達。いや、うちらそうだよね。うるさいやん、うるさいやん。あたしさ、ダメやん。私の準備はできました。こっちはできました。私その本読みたい。鼻作ったままでいいです。はい、じゃあ電気を受け取り。パナエに戻りました。映ってたし。皆さんにメヒオ三姉妹のパナエからただのパナエに戻ったところを見られてしまいましたけれども、4月にできた新曲を歌いたいと思います。お父さんの歌ができました。聴いてもらおうと思います。私がどんだけお父さんが好きなのか伝わると思います。聞いてください。パパ。あなたの子でよかった。太陽みたいに包み込んでくれた。いつも週末の朝は二人でハンバーガー食べたね。あなたの子でよかった。自由に生きることを教えてくれた。こないだ見つけた落書きに私の寝顔が映ってた。留守番電話に残ってた。大丈夫かいって優しい声、思わず聞いちゃおうと思ったけれど、最後には愛してるよ。
ちゃった。もう強くなろうと思ってたのに。ああ、溢れるほどの愛情を注がれ。ありがとうございます。していただきましたけれども、そろそろ終わりの時間が過ぎてます。終わりの時間が過ぎてますね。過ぎてますね。10時2分でございます。まだ終わりませんが、もう終わりますけど、あの最初にね言うの忘れてたんですけど、パルヘジアカルタの読み札を募集してます。今更って言って、絵札にはゲストの皆様にサインを書いていただいております。今更って書いてあったよ。書いてあったよ。あのね、左からモスリンさん、ロトレトロさん、今日書いてくれたね、アンナポンと、向井陽子ちゃんと、メヒオさん姉妹。
すげえ見づらいぜ。花絵が並んでおりますけど、すごいね、今日ごっちゃごちゃしてる。あのさ、2人はすごいシンプルなのにさ、どんどんごちゃごちゃ。私たちすごい、文字でもうるさいんだろ。文字でもうるさい。キリンさん。どうしたどうした、キリンさんがいるのか。絵描いてって言われたから描いたんだけど。あ、そういうことね。キリン認識されてない。あ、結構です。結構です。大丈夫、私絵下手くそなんで音符だね。で、目標立てない。これがうるさいんだよ、これが。ごめんなさい。ガチャ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 。キリンさんから尻尾が3本生えてたように見えるの。そうだよね。はい。え、でも生えてますよね、あの、ニョロっていうの。いや、なんか違うんですよ、これ。怒ってる、怒ってるよ。怒ってる、怒ってる。これは、あの、なんかキリンってどういう感じだっけって言って、こう、空、なんていうんですか、何も見ずに、あ、曖昧な感じ、曖昧な感じで描いた時に、なんか、なんか かわいいねみたいな感じになって。かわいいと3本だった。いや、3本ぐらいあった方がかわいいかなみたいな感じで。怒っちゃうから、ね、見てみればわかる、キリンを。あ、多分、あ、3本っぽい、3本っぽいって感じになりますから、ね、そんな感じで募集してますので今更だけどね、うん、まあ、そう、そうなんですけれども、まあ、最後になりますが、はい、改めて活動紹介やお知らせをお願いしたいと思います。モスミさん、ありますか？はい、じゃあ、とりあえず、こっちでいいかな。顔の横に、そういう感じ。こっちですね。はい、再来週になるのかな。週末、東海地方です。6月6日、柳瀬ビッグカフェ。7日、一宮アルミカンコンサート。で、8日が、ネクサスってところで、やっぱり、港南ですけれども。江南と一宮は愛知県です。そして、その後16日から21日まで埼玉県の鶴ヶ島にあるコミュニティレストランココホット、あの、私の拠点の一つですけども、ここで花笛の展示会をやりますので、これは日本中からだいたい7、8人の花笛作家の方の花笛がいろんなとこからやってきますので、あの、今まで見たことのないような花笛も出会えるはずですので、花笛に興味のある方はぜひおいてください。で、21日は3時から、花笛、僕が中心ですけど、花笛を吹く方がいっぱい来てコンサートやりますので、うん、花笛を聴いてみたい方もぜひどうぞ。はい、ありがとうございます。いいですね、花笛。モスリーさんの花笛かなりいっちゃってますよね、目が。すごい方向に。あれ顔ですよね。あれ顔ですね、モスリーさんの花笛。あ、かわいい。目がいっちゃってる。あっちこっち。そういがいっちゃってるんです。花笛すごい面白そうです、うん、ありがとうございます。じゃ、ロトレットさんに何かお知らせや告知やらありますかね。こんな感じですか。はい、どうも改めましてロトレトロです。そしてロトレトロって打ってもらうと Twitter、Facebook、ブログなどが出てきます。これ皆さんね、レトロトロって間違えたり、ね、ロトロトロって打ったりするけど大体出ます。大体出ます。でもサントレトさんじゃ出ないんだよな。サントレトさん、はい。で、そう、あ、日付書いてないやん、これ。あ、口頭で、口頭で、口頭で、5月30日の土曜日ですねに、フリーライブが最後に、最後のステージになります。まあ、ちょっとね、公認路上ライブみたいな感じなんで、あんまり音質には期待はちょっとしないでもらいたいんですけど、でも椅子もあるのでゆったり楽しんでいただけるかと思います。そうそう、あの、一緒の CD に入ってたキューちゃんとか一緒に出ますですね。で、それでですね、ちょっとあのステージのセッティングに、あの、ちょっと力がいるということで、あの、ボランティアスタッフさんも募集してます。ぜひぜひぜひ。はい、あの、聞きがてら、まあ、ちょっとぐらいに手伝ってあげてもいいよって方は、あの、12時ぐらいにこうちょっと仕事していただければありがたいという。力持ち募集。そうそう、力持ち募集です、はい、男性ですね。男性ですね、主に。そう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 ですね、募集しております。ぜひね、1時から埼玉新都心駅のね、改札出て右側ですぐエスカレーターがあって、そこを下るとあります。なんかこの間もやった時は、なんか、あの、なんだっけ、埼玉スーパーアリーナが反対方向にあるんですけど、そこでちょっとeeガールズなるものがやってたらしくて、そういう子たちがうじゃうじゃいて、ちょっと怖い思いをしましたけど。はい、というわけで、と、あともう一個お知らせがですね、今月5月限定のお届けになっているファーストフルアルバム「ロトメモリー」を絶賛発売中でございます。3週間だけの限定販売なんですけども、今日歌った
甘えんぼ、唐揚げの歌ですね。甘えんぼや、それから最後に歌ったメイズという書き下ろしの新曲なんですけども、が入っております。で、10曲と、そして私最初ね、パナエさんがシンガーソングテラーということで突っかかってたんですけど、それはあのなんでテラーになるかっていうと、そのストーリーテラーとかけていて、私は歌語り、詩を語ると書いて歌語りって書いて、あの物語を朗読しながら歌を届けるっていうスタイルでライブをしてたんですね。で、そのスタイルでも、1話分入っております。こちらぜひね、あのちょっと遠すぎて会いに行けないっていう方は、ロットマルシェなる通販がありますので、そうそうそう、通販でも買えます。で、その通販は特典もちょこっとあったりなかったり入れ忘れてなければありますはい、そのちゃんとサインも入れさせていただきますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして私たちメヒョウさん姉妹の告知、はい、まず何からいきますか？ツイッターですツイッターです。メヒョウさん姉妹で検索すると、多分ね、メヒョウさん姉妹で検索すると出ます。これだけでも出る。メヒョウさん姉妹で多分出ますので、よかったら検索してみてください、はい、大丈夫？大丈夫で、ツイッターもやっております。はい、あとライブがどっちに書いたんだ？わしの？違う。わしの、わたし、違う。落ち着き。もっと前、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 もっと前。この前、もう、この前。もう、違う。そっちか。そっちだ、そっちだ。そっちだ、そっちだ、そっちだ、そっちだ。違う。え？明日？明日の日。あ、じゃあ、ま、これだよ。あんな、これだよ。そうです、これです。わざとだね、今。明日、5月27日。カレー付きで、カレーが、カレーでカレー見な、カレー食べながらライブを見たりしてもらえるライブで、私が2曲弾き語りします。その後、3人で、はい、メヒョウさん姉妹として、はい、何曲か歌ったり踊ったり、なんか踊るんだ、あ、そっか、あんな子が踊るってさせていただきます。あとは書き忘れちゃったね、6月1日渋谷ジージさんでライブ決まってます。アンナポンがね、そうです、うん、あと6月22日もモナレコードさんで、この2人で、はい、2人で出ます、モナレコード。この人ちょっとちょっとあれなんで、ちょっと仲間外れになりたいですので。違うよまあ明日来てくれるよなってことです、はい、そういうことです。よろしくお願いします。9時からです。9時から鳥なのでよろしくお願いします。アンコールもあるよ。それは内緒だよあ、そっか。で、メヒョウさん姉妹が、あ、ごめん、そのそうで、8月8日に下北沢シードシップさんでライブが決まりました、はい、明日の次ですね。8月8日下北沢シードシップ夜ですね。何時だっけ、はい、6時ぐらい、さっき聞いてたからかな私たち2番手なので多分7時ぐらいがちょうど中がすく時期かなと思いますので、はい、軽食を食べてから来てくださいそしてそしてあそこないんだよ。ないんですよ、飲み物。美味しいコーヒーがあります。どっかで唐揚げ食ってから、あ、そうそうそう、そうですねそれがいいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。そして12月22日恵比寿天窓スイッチにて、そうなんです、5つつーと覚えてください。はい、目標のワンマン5つつーです。どうです、決まっておりますので、ぜひ遊びに来てください。ください、イブイブイブなので、はい、イブイブイブなので、イブイブイブ、チケット販売しております。しかも販売、販売、販売する、販売してたらすごい、すごい。あのアンナポンのチケット、アンナポンチケット、向井陽子チケット、パナエチケットって3種類ありまして、誰から買うかっていう。え、それ3枚買わなきゃいけない。それでもいいかな。推、ね、しメンチケットですね。そうです、特典があればね、いいね。まあ当日ね、まあ今までの流れで言うと、人気投票なんてそういうなんかちょっとそんなことはしないけど、どっから買うのが一番サービスがいい。ああ、それは買ってみないと分かんない。自分の運かな。そう、そのチケットを持って当日来てくださると、ほにゃららららということで。ということで。じゃあ私占いつけようかな、買ってくれる。ああ、いいね。何それ、ちょっと私たちつけることないじゃん。考えよう、とりあえず考えよう。はい、ということでメヒョウよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あなた小口さんは、小口さん、こちらさん、こちらさん、まずじゃあ一緒に並べたら、あ、じゃあ一緒に並べていただいて、向井陽子ツイッターやっております。
YOKOVVPA で、まあ、普通に向井陽子でも、あの向井って人が少ないんでね、向井陽子でも全然出るんですけど、誰それ、こちらでも出ます。誰それ向井陽子です。向井陽子です。これは向井陽子です。向井、嘘、向井陽子です。マジか。私この頭にしないとダメかしら。つるつる、明日美容院だから ね。そしてブログを期待すればいいな。はい、あ、似てるね、そう言われると。え、嘘、本当。言ってみただけだよ。そして、6月23日ですね、まあ、日の月夜の太陽で、これ私がライブ、ごめんなさい、ライブに、ね、出るっていうよりかは、あの、ディズッパリーズバーフィーチャリング向井陽子ということでですね、この光、仲間エリオン、カホ、この3人の方とフィーチャリングするっていう、ちょっと面白い企画になっております。もしもかしたら、向井陽子もちょろっと出るんじゃないかという噂がね、巷では回っておりますが、どうなるでしょうか。まあ、そのつながりでですね、4月29日も同じ、真日の月夜の太陽でございますので、これは夏祭りということでね、何があるんだろう、ちょっとまだ分かんない。浴衣、浴衣かもしれないですね。よかったら楽しみに。あ、水着か。そういうこと、夏祭りだから水着ではない。ビキニ。入ってきなさい、ビキニ。ハイレグ。はい、静かに。アイフォーまでいけない。で、その前にですね、そう、その前にここ4月、7月の7日にですね、寝せすぎだな。下北沢モノレコードさんで初の、ライブ、向井陽子としては初めてやらせていただきます。ほっほっ。え、ソロで初の、モノレコさんの初なんですよ。そうなんです。なのでよかったら、サポートメンバーはまだパーカッションのカンちゃんしか決まってないんですけど、カンちゃんと一緒に出ることは決定しておりますので、よければこちら遊びに来てください。はい、以上。はい、はい、私紹介していいですか、私のこと。めっちゃドアップになった。私のくせ、いっぱいいろんなとこにさ書いてるからさ、わかんなくなっちゃったんだよね。こっちだね。私ツイッター、あのね、パナエさんで検索すると出ますので、あのパナエって検索するとあっちが出ちゃうので、あのゲームの、あのモンスターマイクのパナエが出ちゃうので、パナエさんと検索してください。こちらの、こちらでも出ますのでよろしくお願いします。アメブロもパナシマパナエで検索すると出ますので、ぜひよろしくお願いします。そう、パナとアデューっていうのがすごい好きで、そうかけてました、初めて言ったそれ。あとどれ、でもデューって神様って意味だから、そういう意味なのかな。パナ神、いや、アデューだったらかん、バイバイ。あ、そうなんです。そう、さよなら、さよなら。パナとデューかなと思って。あ、それでもいいの。パナ神様。ちょっと違くない。パナ神様。すごい、かっこいいね。かっこいい。明日からそれでよ。パナ神。パナ神みたいに聞こえます。パナ神。ティッシュじゃないですよ。パナ、まじょと。はい、どうぞ、はい、どうぞ。忘れちゃうから告知させてください。パナエライブ、あ、5月30日、遊戯チャイナスクエア、こちらでライブをします。鳥なので、夕方おやつ食べた後ぐらいに。そうだったんだ。唐揚げ食べに。唐揚げ食べに来てください。よろしくお願いします。そして6月頭、6月2日、渋谷ジージさんが決まっておりますので、どうぞよろしくお願いします。あと、6月18日、クラブチッタ川崎でライブが決定しました。わーい。ということで、あの、ぜひ遊びに来てください。7時前ぐらいに出番なので、うん、よろしくお願いします。そして今思い出したけど書くの忘れた、ワンマンライブが決まりました。一番大事なんじゃないの、それ。一番大事だった。どうした。11月29日いい肉の日。お昼いい肉の日にいい肉いのですが、そう、いい肉の日にいい肉いのですがワンマンライブしますっていう題名でワンマンライブをしますので。場所どこ、いい肉いたい。あ、そうそうそう、それが四ツ谷ど、あ、こっちだ。一人である。四ツ谷どっぽさんで行いますので。バンドです。バンドもやります。弾き語りもやります。何かをします。そうなので皆さんぜひ遊びに来てください。お昼なのでチケットも全部手作りなので、ぜひ買うだけ買ってください。嘘です、来てください。よろしくお願いします。いい肉開けといてください、ぜひ。では、あ、ぜひよろしくお願いします。そんな感じでですね、皆様伝えたいことは残ってませんか。だいぶ押してしまったので、はい、サクッとまとめて
終わりにしようと思います。ありがとうございます。抽選がある。抽選が。そうだ、ハッシュタグ結局何だったの。ポン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 、今夜は、今夜はポンポン、ポンポン、あ、そうだ、どこ、あ、ポンポンポン、え、ポンポンポン、何個あんのこれ。ポン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 、今夜はポンポン、今夜はハポンポン。ハポンポンって何。違う、間違えたんだって。あ、今夜はハポンポンということでですね。褒めないよ。そのハッシュタグを書いてくださった方にプレゼントがあります。あの抽選でね。で、今日の抽選して、あれ全部なんかグッズなくなった、私が持ってた。あ、じゃあこれをまず持っていただいて、まずその今週の今週の番組プレゼントはパルヘジアステッカー、こちらですね。あと、四ツ谷サウンドクリックドッポさんの開店3周年記念クリアファイル、一人で歩いていくものさん、あとは宴さん提供のインチキマンションのお笑い CD ですね。こちらと松沢春菜さんのサイン入りオリジナルステッカー、こちらです。で、トゥルーカラーズサマーフェスティバル2015年の缶バッジ、こちらですね。はい。で、あ、私も欲しいっす。私も欲しい。ごめんなさい。あ、ダメ。あと、泉まみさんのワンマン、6月18 17日北参道ストロボカフェに行われるワンマンライブのポスターをプレゼントさせていただきます。レアだよね、逆に。レア、私が欲しいですもん。あと、モスリンさんのこちらですね、はい、CD が全部セットと、あと今日のね、スケッチブックに書いた、私たちが書いたね、ものサインをつけてと、あと集合写真かな、はい、番組の集合写真をサイン入りでプレゼントしたいと思います。ハッシュタグをつけてコメントいただいた方が抽選対象で1名の方にプレゼントいたします。今日少ないでしょ。まず、大人の事情で1名出してる。じゃあどうする、抽選誰がやります。初の方だよね、こっち。じゃあ2人でせーので。はい、せーのじゃ無理やろ。じゃあ向井ポン、せーのじゃ無理、アンナポン。じゃあじゃん、ハッシュタグをつけてプレゼントしたいと思います。ハッシュタグをつけてプレゼントしたいと思います。誰だ。佐々木瀬戸さん。おお、おめでとうございます。すごい、いた、後ろにいた、おめでとうございます。では、今日ね、あの、あ、待って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 入れていいの。待って待って、入れない、入れない、入れないよ。で、プレゼントをお送りしますので、クラブパルヘジアのツイッターアカウントのフォローを待って、 DM に、DM で送付先をご覧ください。まあでも、フォローしてください。フォローしてください、よろしくお願いします。手渡しになりました。さて、それでは番組をご覧いただいて、タイムラインにコメントいただいた皆様をご紹介していきたいと思います。さあ、読み上げますよ。はい、箱を開けて、分けちゃってください。じゃあ向こうに、まずそちら、これを読んでいきます。これは、それは佐々木さんは読み終わったので、それはもう外しといて。じゃあ佐々木さん、佐々木さんは仲間外れ。のんたさん、ありがとうございます。はい、なおきさん、ありがとうございます。かなえさん、ありがとうございます。ありがとうございます。スレイヤさん、ありがとうございます。スマイルミッキードリームさん、ありがとうございます。スジパンさん、姉妹さん、ありがとうございます。スジパンさん、ありがとうございます。アナポン、ありがとうございます。ハナキさん、ありがとうございます。なんかやっけてるの、ありがとうございます。かぶっちゃった、かぶっちゃった、ごめんなさい。マヤさん、ありがとうございます。ソルチャさん、ありがとうございます。モトレトロさん、ありがとうございます。フジマルさん、ありがとうございます。はい、ヒロさん、ありがとうございます。ワリパパさん、ありがとうございます。はい、コシアンさん、ありがとうございます。トライロさん、ありがとうございます。モスリーさん、ありがとうございます。向井陽子さん、ありがとうございます。そして、まだ最後かな、終わりました。パルヘジアさん、ありがとうございます。おー、いいですね。ありがとうございます。さ、終わりました、読み終わりましたけれども、皆様
なんとグダグダなパルヘジア今までにあったでしょうか。最後までありがとうございました。本当にみひょうさん姉妹はうるさいし、本当にすいません。私はグダグダだし、でもそうやって最後まで見てくださりありがとうございました。クラブパルヘジアはですね、毎週火曜日夜8時から西武新宿線いよぎ南口徒歩すぐの中華料理屋さんチャイナスクエアで配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円でございます。で火曜日は皆さんで楽しい夜を過ごしましょう。パソコンであのご覧の方はどうした、ここがね、いつも誰もできない、こっちなんかこんな感じだったけど、こっち最初こっちなの、自分の右斜め下を指さして、はい。ここかな、パソコンでご覧の方はこちらのいいねボタンやツイッターを押してください。自分の右斜め上と左斜め下を指してチャンネル登録もお願いします。それでは最後に番組をご覧いただいた視聴者の皆様にゲストの皆様から一つ一ついただきたいと思います。申し訳ながら私の方からですね、はい、今日も楽しく、あの騒がしい中楽しくさせていただきます。はい、また、来月も楽しくいきたいと思います。ありがとうございました。初めて出たのが去年の自分の誕生日当日のパルヘジアで、そこからもうなんだかんだ6回目になるわけですね。 MC も体験させていただいて、まあ、なかなか本当にいろんなアーティストさんとお話もできるし、いろんな経験をさせていただきました。今日もね、楽しく占いがすごい楽しかった、テンション上がっちゃいましたけど、はい、またお会いする時はここにもお邪魔しようと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、一人ずつ行くのかな。そうだね。かな、何も喋らなかったな。喋った。なんか人見知りが治りません。どうにかしてください。人生にもやったらいつでも来てください。強い。生年月日で、はい。はい、はい、こういうラジオ配信みたいなのは初めてだったのですごい楽しかったです。だから鳥海出さないの、すぐそうやってあなたたちは。一番年下ですけども3人の中でね、しっかりしていきたいと思いました。改めて今日ありがとうございました。楽しかったです。じゃあまとめて、みひょうさん姉妹でした。私が映ってるけど、みひょうさん姉妹でした。ありがとうございます。改めてね、はい、ありがとうございました。今日はさあ、今日も楽しかったです、はい、ありがとうございました。本当に何があるんだ最後に。いつも言ってない、これ、あ、そうそう、それ来週のゲスト、ね、MC の紹介。来週のゲストは森山百合子さん、塚田浩二さんです。MC はあの第一火曜日担当の滝沢さとみさんです。よろしくお願いします。ぜひ来週も見てください。よろしくお願いします。それではいつものポーズでお別れです。右手が棒、左手が輪っかで P を作ってください。で今週もありがとうございました。来週もっと私がいますので、その後に続けてこっちね、カメラに向かってクラブパルヘジアと言いながらその手を前に出してください。よろしくお願いします。それではよろしいですか。はい、はい、では今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア。バイバイ。バイバイ。バイバイ。なのにも簡単じゃない。真っ暗な部屋について電気の代わりにパソコンをつけろ。火曜日の夜、クラブパルヘジア、クラブパルヘジア、笑顔見つけよう。オリジナルの
つけよう見つけよう見つけよう。